文革母軍は、中国重慶史殺牧国殺母公園内西南にある、現存する唯一の文化大革命期部闘技聖者の集団墓地。2009年12月15日、重慶市支給文物保護単位に指定された。指定時の公式名称は、公衛兵母園だが、実際の埋葬者は、公衛兵よりも、工場労働者の方が多く、一般には、 文革母軍の名称が通用している。文革母軍重慶での武闘は、1966年12月造反派と歩行派の間の衝突が最初とされるが、この時はまだ死者はなかった。その後1967年2月に造反派は、脱権後の権力分配や休暇部評価などをめぐって分裂し、それぞれ8.15派、半島帝派と名乗った。 8.15は1966年8月15日に、重慶で、初めて当局の意を受けない、造反派が決起し、街頭でもをした日を記念したものであり、半島帝は、徹底造反の意味である。両派は共に、相手側を決主席と、もう卓刀思想の敵とみなした。武闘は、エスカレートし、まず長矛、太刀など、冷兵器が使われるようになった。両派武闘による、 最初の死者の発生は1967年6月とされる。7月7日、半島帝派は最初に自動小銃を使って8.15派、メンバー数名を殺傷したという。これ以後、武闘には熱兵器が用いられた。国民党政権時代の兵器工場、重慶集中移転や共産党政権での工業内陸移転により、重慶には、 多数の軍事工場があり、武器の確保は容易であった。武闘が最も盛んであった1967年8月には、両派は、戦車、装甲車、迫撃砲、降車砲、快速艇などで武装し、飛行機とミサイル以外のあらゆる武器が使用されたと言われる。両派の武闘により、大量の死者が発生した。巻き添えになった市民も多かった。当時、砂壺公園は、 8.15波の勢力範囲であった。8.15波は毎日のように発生する事故の犠牲者を砂壺公園内に埋葬するようになり文革母軍の原型が形成された。最初に犠牲者が葬られたのは死者の発生とほぼ同時の1967年6月と交渉されている。埋葬の穴掘りには半島で波の捕虜が動員された。 当初は犠牲者の使命や単位を記した木製墓碑を建てただけだったが、1968年からレンコンクリート製の墓碑が作られるようになった。墓碑の多くは、北京天安門広場の人民英雄記念碑を模し、文革期のスローガンや毛沢東の詩詩が刻まれ、葬られている死者の使命、単位、略歴などが記されている。長年の風化により、氏名などが摩滅し、 埋葬者不詳になっているものも少なくない。大規模な舞踏は1968年、中京中央の造反派組織解体命令で集結したが、両派残党組織の小競り合いはその後も続き、犠牲者も引き続き発生した。最後に犠牲者が葬られたのは1969年1月とされる。これ以後は、都市知識青年の過法により、武闘は消滅した。 現在、文革母軍の面積は、約3000平方メートルで113の母妃があり、531名が葬られている。埋葬者の約3分の2は10代後半から20代の青年で、最年少は14歳、最高齢は60歳である。女性の埋葬者も多い。母軍の敷地は、西が高く、東が低い、なだらかな斜面で、母妃は東向きに建てられている。 これは埋葬者の心が永遠に赤い太陽に向き合っていることを示している。かつては文革舞踏犠牲者を葬る集団墓地は全国に存在し、重慶だけでも二十数箇所あったという。しかし、文学集結後の文学否定の社会風潮と都市開発の波の中で全て七十年代後半から八十年代にかけて取り壊され、 砂壺公園内の集団墓地だけが残った。文革舞踏犠牲者は単純な文革被害者ではなく、公衛兵、造反派組織メンバーとして、数多くの迫害、破壊行為の実行者でもあり、彼らを憎悪する者も多かった。舞踏それ、自体も公衛兵、造反派組織の暴力的体質と強い、独善性から生じた、忌まわしく否定すべき行為であった。 砂壺公園内の母軍が残ったのは、ここは当時はまだ、重慶の平地であったこと、公園内であったことが理由とされる。1985年、ある引退幹部が、四川省等委に母軍を取り壊すよう提言した。これを機に、取り壊して、狂気の年代の忌まわしい記憶を忘れ去ろうという意見と、保存して、後人の今しめとしようという意見が対立した。 四戦省遠いから処理を委託され、母軍を視察した当時の重刑市書記は取り壊さず、宣伝せず、公開しないという方針を打ち出し、母軍をコンクリートの塀で囲った。文革集結後、文革否定の社会風潮により、長い間文革母軍は訪れる人もなく、社会から忘れられ、風化が進んだ。しかし、社会風潮の変化により、近年は死者の遺族、 友人など母軍を訪れる人が次第に増加し、社会的関心も高まった。2007年4月、国務院は第三次全国文物調査の通知を出し、2008年4月国家文物局は人民公社運動、大躍進、文化大革命運動などの時期の代表的文物も保護の対象とする方針を打ち出した。これが母軍保存の転機となった。 2008年8月札幌公園は砂壺区政府に区級分物保護単位を申請し即日認められた。2009年初砂壺区分物保護課は死級分物保護単位を申請し、同年12月15日、重慶市が第二次分物保護単位を交付した際、文割母群もその中に含まれた。しかし、現在も砂壺公園正門などには文割母群、 公営兵母園を示す、いかなる標識もない。母軍の入り口は鍵がかけられ、春節、生命節以外は砂壺公園管理ところに事前申請しなければ中に入ることはできない。ありがとうございます。